お疲れ様です。お疲れ様です。今日はちょっと珍しいピアノって言ったらいいんですか？そうですね、あんまり数は多くない、厳密に言うともう残ってはいないんですけれども、ちょっとご紹介があったり、巷というかネットというか、大橋ピアノはね、知る人ぞ知るという次元じゃなく、もうなんか有名になった感じはありますけど、そうですね、このピアノのメーカーはこれからなんかこう知名度が上がっていく可能性も秘めてる気がします。このメーカーとあともう一つのメーカーはもう本当好きな人が好きという、まあもういきなりご紹介しちゃいますけれど、こちらですね、クロイツェル。はい、そうなんですよ、クロイツェルというですねメーカーのピアノですね。実は以前ちょっとコメントをいただいてたんですよ。 KE603 っていうモデルをお持ちの方がいらっしゃって、結構なんかキラキラした音だったってことで、ヤマハとの違いみたいなのを教えてくださいみたいなコメントがですね、ちょっと前に来てたんですよ。どうでしょうね、違いがどこまであるかわかんないですけど、クロイツェルの特徴みたいなのところとか、まあ音色に関してとか、っていうのを今回ご紹介できたらなと思います、はい、チャンピオン YouTube チャンネル、まあ、とりあえず、まあ、クロイツェルを紹介する前にその残ってたメーカーを一応ざっと、まあ、ヤマハカーは当然で、次はあの東洋ピアノ、アポロってピアノメインで作った会社ですね。でそれ以外のクロイツェル、シベスター、シバイツアスタイン、これは最後まで残った6社、この前行ってきましたね。そうですね、まあ、それ以外あの新興のピアノ技研さん、メーカーもありますけれども、うんですね、昔からあるメーカーということで、特徴は響板にドイツ製の響板を使ってバイエルンさん、中にですね、はい、なんかドイツビールのラベルみたいな感じが、はい、まああれが一応、まあ、照明というか、本当はあの夜勤でも入ってくれてると白でペタだとちょっと安っぽいですが、あとああいうちょっとしたものですよね、ペダル、はい、まあ、上にあるチューニングピンみたいなのが出てるやつをくるくる回すと、バネを押し込んだり上げたりして、はい、ペダルの重さを変えられると、そうなんですか、はい、普通のピアノはもうあの天秤なので、その天秤の比率とあの上げるものの物体の重さでもう決まっちゃうんですけど、はい、まあ、それを変えられると。他のメーカーにもあったような気もありそうな感じですけど ね、ないんですね。ヤマハはあまりそういうことしないですね。やっぱり特徴を出すっていくっていう意味で、うん、他メーカーの方が多いですね、いろいろやってることが。おしゃれだな、綺麗ですよね、艶なし、そうですね、艶なし。あと中はさ、川合さん気づきになるかな、ちょっと難易度高いかもしれないですけどね。ありますか？これはさ、あれでしょ、はい、ソーアグラフだ。あ、さすがですね、正解です。全部上から下まで、あ、ソーアグラフで、あとはレンナーフェルト、あ、フェルトですね、今出川さんがおっしゃってたレンナーフェルトを使って今出川さんで作ったであろう、はい、おそらく弦はレスローなんでしたっけ。そこまでは言ってはないですが、まあ、ちょっと倍音が高すぎて調律しづらいです。あ、そうなんですね。でもそこの番号が少ないですね、いつも見てるのに比べると。そうですね、ただこれがですね、投資番号だったり違ったりするんですよ。あ、はい、あ、そうなんですか。メーカーによって考えが様々で、うん、まあ、これは多分投資番号なんでしょうけど、製造年がですね、他メーカーは分かりづらいものもあったりするので、平成元年、おクロイツェルが製造終了したのは2011年でしたっけ。平成18年2006年に解散を一回して有限会社になって、受注生産はしていたっていうことになってますが、まあ、ほとんど作ってないぐらいですね、きっと、ね、うん、結構当時としては多分値段が高かった。でも最初はそんなもん売れないって言われてたらしいんですけど、まあ、まだバブリーな頃は母親はみんな持ってると、で何か違うものを、そしてインテリア性があるみたいな、うん、ところから高級志向の人には割と受けた。なので多分ヤンハカイとかよりも結構高かったと思います。あと黒鍵が黒炭木ですね、はい、黒炭って何なんですか。そういえば木です。木、炭ってことじゃない、じゃないです、炭いいじゃないです。そうなんだ。
オクターン、あとエボニーとかって言うんですけど。ああ、エボニーは聞いたことある。バイオリンの指板とかはだいたい黒いじゃないですか。黒いですね。あの黒炭って黒いんですよ、とにかく。いい黒炭は最近もうなんか黒いの減ってきちゃったらしいんですけど。それで黒くしちゃってるの、ね、着色しちゃう、うん、あ、そうなんだ。黒い木なので、硬いんですよ、すごく丈夫なので、その指板に使ったり、ギターも指板で使ったりとか、仏壇とかにも使われたりするらしいですね、日本だと。今日朝ごはんにアルトバイエルを食べました。どうでもいいけど。そう、ありますね。あ、そう、ちょっとね。でも思ってたほどそんなにキラキラじゃなかったかな。すごいキランキランだったので。あ、もともと、はい、あ、ちょっと遠すぎたので、一生懸命あの針を刺して調教したそうです。飼い鳴らしたんです。飼い鳴らしたんですね。一瞬あのアポロ、そこにある AR も近いと思ったんですけど、こっちの方が音の奥行きが深い、ボディが鳴ってる感じです、うん、時効あたりなんとかちょっとお箸っぽいと。ああ、そうですか。あ、面白いですね。面白いです。小さいからね、やっぱりこう綺麗というか高音が目立つ傾向にありますけど、やっぱちゃんと奥行き感出してくるあたりが、そうですね、それが評判の差なの。まあ、小さくて音が鳴るっていう意味では、そのベヒみたいな、まあ、箱が鳴ってるという意味で。へえ、なかなか面白い音ですね。ヤマハみたいなきらめきかと思いきや、意外とヤマハほどこう先切らなくって、なんか可愛いみたいな丸っこさみたいなのもちょっとある気がする。まあ、音色はとりあえず触ったので、さあ黒いツールのお値段、じゃじゃんと、どうでしょう、率直に。これは結構購入を検討してしまう感じかもしれない。ありだね。あり飲んでた、うん、ありよりのあり。ありよりのあり。ありよりのあり。あ、そうですか。特別な1台を探していて、はい、アップライトで63-60万ぐらいって言ったら絶対買っちゃうかも、うん、あの中古市場を見てもやっぱ黒いツールちょっと高いですよね。そうですね、まあ元は多分これ大箇所に高かったんじゃないのか。そうなんですか。
はい、ということでですね、非常に珍しいクロイツェルの、はい、今回 KE600 というモデルですね、はい、が入ったので、まあ、中身をご覧いただいたり音色を聞いていただいたんですけど、なんか歌物その伴奏というかベースを弾きながらのメロディーがこう入ってくるようなのだったら結構映えるんかなって気がしましたけどね。そうですね、メロディーラインがすごく気になって、そう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 、で左が結構包み込む感じの音色で、うん、楽しかったです、弾いてて。そうですね、結構だからそういう使い方ができるかなっていう違いますよ、バランスが悪いって話じゃないよいや、それはもうトリスの腕でね、どうにかなります、はい、はい、ということで、まあ、非常に珍しいピアノ、大橋なんかも結構すぐ、まあ、すぐというかハマればハマっちゃうモデルなので、これもどれぐらいここにあるかわからないですから、まあ、ぜひちょっと長野にいらしてクロイツル、まあ、あとコメントにあったヤマハとの C 比べとかいろいろできますので、今だったらちょっとぜひ皆さん試していただきたいなというところでいいですか、はい、ということで今回は、クロイツルの KE600 を試弾紹介してみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。